メソポタミアハナスッポンは、ウコウカメクスッポンかナスッポン属に分類されるカメ。イラク、イラン、シリア、トルコ南部のチグリス川、ユーフラテス川水系最大高潮68センチメートル。廃校は上から見ると円形や卵型。廃校の色彩は緑褐色で黒い斑紋が入る。頸部から廃校全端にかけてイボ状の突起が並ぶ。 頭部背面や四肢の色彩は緑色。妖体は背後の表面に粒状の突起があり、成長に伴い消失するが生体でも残る個体もいる。背後に黄色や単光色、白の細かい反紋が入るが、成長に伴い消失する。低質が黒土で水深の浅い流れの緩やかな河川の支流やその周辺にある水溜まり、氾濫園内の地消。 湿原などに生息する。中高生で日光浴を行うことを好む。水温摂氏20度以上の環境下でのみ活動する。植生は雑食で魚類、両生類、昆虫、甲殻類、貝類、植物質などを食べる。繁殖形態は卵性。河川の周辺にある草原や砂地に4から9月に1回に19から30個の卵を産む。 ダム開発による生息地の破壊及び水温の低下、土砂採取による産卵地の破壊、水質汚染などにより生息数は激減していると考えられている。ありがとうございます。